以上の結果からリースヘブンリーに帝位継承の権利はないものと推察する。これらの証拠は後日貴族院に提出され、改めて審議されるであろう。シュタインメッツ、どうなっているんだ。私はフランツ王子の息子なのだろう。落ち着いてください、リース様。どうかこれをお受け取りくださいませ。ヘフスフォニムよ、灼熱の炎となりてかの者と融合し、その力となれ。お前はピオニーのそばで爆発するための手駒だ。娯楽員であるわけがなかろう。しまった、フォニム暴走を引き起こすつもりだ。ガイ、いいよ、みんな急いで逃げろ。陛下も早く。ああ、これはフィフスフォニムを取り込む婦人か。ならばフォースフォニムで打ち消すか。フォースフォニムよ、水気となりてかの者を包め。ひとまずこれで暴走は。我らマルクと義勇軍はスコアの撤廃に異議を唱える。スコアをないがしろにする皇帝にローレライとユリアの天罰を。冗談じゃないぜ。あんたたちにスコアがどうこうなんて言わせないよ。お酒、メイス博士ともども死ね。うわっ、世話の焼ける。今だ、確保。危ない。貴様のようにのうのうと暮らす男に帝位など任せられるか。この国は我々のものだ。スコアを取り戻すのだ。スコアを取り戻すのは勝手だがな、この国はお前たちのものじゃない、国民のものだ。くそ、ペオニー、やった、やったぞ。天候を見つるところに我はあり、黄泉の門開くところに汝あり。大佐、こんなところでそんな風術使ったら。俺やアニスはマーキングがあるが、ディストがジェイド。いでよ、神のイカトチインディグネーション。いやー、後ろから刺された時はさすがに死んだかと思ったな。なんだよ、まだ怒ってるのか。ジェイド、仕事中です。いいじゃないか、こんなこともあろうかと服の下に鎧を着ておいたんだ。暗殺計画があるって分かってて、この俺が何も準備してないわけがないだろ。ですから仕事中です。うん、動揺したか。いいえ。嘘つけ、人前なのにファーストネームで呼んだぞ。ピオニー。おう、なんであんな真似をしたんだ。あんな真似、サフィールをかばったことか。死んだ真似だ。昔からお前は執着心がない。ネビリム先生を除いてな。それは認める。珍しく素直だな。だからなんだ。皆まで言わせるかね。
をした。そうか。悲しいとは思わなかったかな。だろうな。それがお前の死に対する感覚だ。悲しむことだけが死を理解することか。怒り、それも死を理解するということ。死は終わり、消えるだけ。それはどうにもならないこと。それに怒りを覚えるというのは、執着していると言いたいのか。子供が子供である理由は能力じゃない、他人への理解だと俺は思う。能力の高さは時に理解を曇らせる。それはあなたの解釈ですね。なんだ、もう落ち着いたのか。理性的なやつめ。これも個性です。よく言う、演技の上手いやつだ。まあ俺の勝手な解釈であることは間違いないし、押し付けるつもりもない。だがもう理解できないなんて言う必要もないんじゃないか。そうですね、確かに執着していることは認めますよ。だろ。ルークたちとの旅はなかなかに有意義だったようだな。弱点ができてしまったようで残念です。何を言ってる。お前の弱点なんて昔から知っている。おや、何が弱点だったとおっしゃるんですか。俺、ネフリー先生、あとあれ。あなたは昔からそうでしたね。自信家というか何というか。うん、俺は皇帝だからな。国民のことはよく分かってるんだ。さすが検定。あ、嫌味か。本当に賢いことで。